こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、吉田さんね、私ね、今日もなんですけども振り込みがあったんですよ。この振り込みってのは長期ローンの方がね、こう毎月毎月5000円とか1万円払ってくださってるんですよ。で、私が請求するわけではないんですけども、こういうふうなね、誠実な方が速稼塾にたくさん入ってきてくれてよかったなと思ってます。で、私はもう何て言うんですかね、30年ローンでの組んだ時にね、まあ、払わず逃げもいるだろうと思ったんですよ。でも払わずに逃げるってことは稼げてないからもう払わないやっていう気持ちになると思うんですよね。じゃあ払い続けてる人って何なのかなっていうことなんですよ。そうなんですよね。やっぱりね、稼ぎ続けてるから払い続けることができるんですよね。もちろん元金一発返済って方もたまに出てきます。この前もね、9万円がドンと入ってきて残金ですみたいな方もいましたね。非常に嬉しいなと思います。私はね、だからこう性善説っていうか信頼をしてるんですよ。自分の塾生さんはもう完全に信頼してるんですよ。だから踏み倒されたとしたら、それは私のメッセージがね、悪かったから、それはしょうがないよねと、このぐらいの金額だというふうにその人は考えたんで、それ以上の請求は私はね、できないなと思っているんですよね。ただやっぱり払い続けてる人とか付き合いが長い人とかっていうのはね、やっぱいるんですよね。だからこういう方に私は支えられてやってきてるかなと思いますし、先ほどの話じゃないんですけど、人って変化するんですよね。最初はビジネスやるぞと思ってたんだけども、あれ思ったより難しいな、離脱したいみたいな感じで、結果稼げなかったから教材が悪いとか、教材が悪くないんだけども、まあ払わなくていいって言ったしなみたいな感じで払わない選択をするんですよ。私はそれはすごくいいことだと思うんですよ。というのが、価値を感じなくなったのに払い続けないといけないっていうのはものすごいストレスで気の毒ですよね。で、きっともう二度とやるもんかみたいな人も出てくると思うんですよ。そういうふうな可能性を積まないためにも、私はこの方法を使ってよかったなと思います。もちろんもうとてつもないお人よしだったのかもしれませんけども、ただやっぱりね、取りっぱぐれたお金で損したっていう気持ちは全然ないんですよね。相変わらずこの暮らしできてますし、発信はずっと続けてられますし、やっぱり速稼塾の塾生さんってのはコンスタントに入塾してくださってね、だから15日、一昨日もまた入ってくださったんですよね。だから全然今の形で不満はないかなと思います。で、儲かる方法もね、儲かる話もちょっとしとかないといけないんですけども、最近ね、電気の切り替えだけで、お金が稼げるみたいな案件が来たりとかね、まあ、それは電力もそのどこと契約するかっていう風な販売店を選ぶことによって、やっぱこうね、お客さんの取り合いが始まってるんで、うちに乗り換えてくれたら何万円払いますよみたいなプランが結構あるんですよ。で、そういうのをポイントサイトを経由して乗り換えたりとか、それから口づてにね、人づてに乗り換えたりとかっていうのをやるということなんですけども、今むちゃくちゃいい案件が入ってきて、それにエントリーしたんですけども、プラスですね、インターネット回線、こちらの方も定期的に切り替えるとキャッシュバックも入っていいんだろうなというところなんですよ。以前はそのプロバイダーが提供しているメールを使ってたんで難しかったんですけども、速稼塾を始めた時に私はね、Gmail にしましたんで、この Gmail っていうのはどこのプロバイダーだろうが、ソフトバンクだろうが、au 光だろうが、何でもかんでも関係ないですよね。だからすごくいいなと思ってますよね。だから乗り換えることによってずっと売り上げを上げていくっていうのもありますし、そういうのをね、やっぱり人に教えていくことができるんで、人を儲けさせることができるんだろうなと思うんですよ。それこそね、半年に1回今回ここ切り替えようよって話をすると、その人は定期的にお金が儲かるんで、じゃあ塾費用の残り払いますみたいな流れができるというね。まあ、だから塾生さんが未然にを切らないようにね、儲けて払えるようにするっていうのも私の役割かなと思ってるってことですよね。まあ、それにしてもね、吉田さんもすごいですね。確かに YouTube アップロードするのにコストがかかったらやってられないですよね。これだけの量産はできないと思います。いくら上げてもただ、いくらストックしてもサーバーの費用は持ってくれるみたいな、そして広告料はどんな昔のものでも再生数が上がれば払ってもらえるというね、非常にありがたいことだと思います。いってらっしゃい。